そうですね、お願いします。お疲れ様でした。ティップタップのミュージックビデオの振りで無事に1日目を終えました。ちょっとスタッフも私もみんな気合が入っている楽曲です。よし頑張るぞ。またねでございます。よろしくお願いします。寝起きです。5時半に起きました。私今日超早い。ちょっと家が遠いので頑張ってきました。はるばる坂登ってね。よしやるか。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。シーズン2 わ、すごい。お願いします。お願いします。すごい、おはようございます。ニューヨークみたい。リハーサルスタートします。おはようございます。清水美依です。よろしくお願いします。お願いします。なんかついてる新しいのは。あ、めっちゃいいじゃないですか。これめっちゃいい。すごいかわいい。はい。こんな感じですか。自由演技。朝。スキップしながらこれ。違う。私の地元のバス停よりもいっぱい時間ある。2時間に1本です。2時間に1本です。音いきます。めっちゃかっこいいです。うん。やっぱり。いやいやいや。人生はクソってなんて長期機械かいなんでしょう。高いよ。マイケル・ジャクソン。はいはい、やられやすい。
いや本当に本当に、ね、他にこういう動きあったらいいかもみたいなあります。あもう今溢れ出るもので最高なんで、なんか逆に決めないに確かに、うん、今みたいにでもこうちょっとスナップとか、スナップとかなんか全然やってもいいと思う。なんかこの手首でちょっとこう、うん、今は見せしようかと思う。でもあんま決めすぎない方がノリで、ノリがいいと思う。独感の味を覚えたら非日常から帰れない、間違いない。夜中の3時にカップラーメン食べた時の背徳感やばいもん。もう幸福感の後の絶望感もやばいけど、うん、その絶望感もあるけど幸福感もやばい。結局ね。結局ね。あ日本語。なんか忍び寄るみたいな。英語で忍び寄るみたいな。現代社会と自分自身への皮肉が込められている曲で、まあそれでもまあ私たちこういろんな鬱憤があるじゃないですか。自分に対しても感じることはあるけど、まあそれが人生というか嫌なことも全部ひっくるめて人生なんだから、じゃあもう気楽に楽しんじゃおうぜっていう曲です。なので日常で私が感じているような歌詞が入っていたりとか、まあ、新たな挑戦的な感じで思われるかもしれないけど、意外と日常に感じていることをこうやっと自分がこう表現としてできるっていうのが結構嬉しいなって思います。待って、何言ってた、お待たせですか。大丈夫ですよ、本当に。あ、一緒、終わりか、終わりか、終わりか、やばい、やばい、ななちゃん前回のウェーブで、あのなんていうの通訳とか、なんていうんですか、うん、コーディネーター、コーディネーターさんだったなだちゃんです。やばお久しぶりです、うん、この間ライブ来てくれてありがとう。そうね、今度で会うから、だ今度、今回で会ったね、うん、久しぶり、久しぶりすぎる。3並びやばくない、やばい、サリカなんだけどやばい、サディカ。プーケットスとこも。プーケットス。やばい。全然世界観違うけど。わ、嬉しい。頑張れ。頑張れ、頑張れ。ありがとう、来てくれて。残すはリップだけです。ダンスシーンは全て終わりました。あと少しです、頑張るぞ。はい、こっち側にここに座るイメージです。ございました。清水美社でした。すごい新しい挑戦だったんじゃないですか。こんな踊ることないし、表情だったりビジュアル、まあ、今日は全身黒っていうことで、あのなかなかない挑戦をさせてもらいましたし、自分がこうやりたいって思ったことを、まあ、スタッフさんとかに言って、なんか挑戦、こう自分がやりたいことをできたっていう感じがすごく今回はあったので、
自分としてもすごく楽しかったです、まあ、リハーサルが2回しかなかったんですけど、まあ、2回とも動きやすい服で動きやすい靴、まあ、衣装着てこうカメラ回して靴もなんか厚底の靴履いて動きをこう慣れさせるのが大変だったし、やっぱり空間も踊ってる感覚も何もかも違ったから最初混乱しました。あ、こんな感じになるんだって。ダンサーの皆さんもすごくなんか楽しんでいる部分が垣間見えて、すごく私はすごく幸せでしたし、もう本当にいい人たちばかりでずっとニコニコわちゃわちゃ、でもやるときはビシッとやるみたいな、すごくメリハリのあるダンサーの方々だったので、ご一緒させてもらえてすごく本当に嬉しかったです。セットだったり踊りはもちろん、ミュージックビデオ 全体注目していただけたら嬉しいなって思います。そしてシシカバさん、そういうね呼ばれ方ですね。そう、はい、またシュガー、そしてウェイブ、ティップタップ、はい、お世話になっております。ホームもホームもホームはね、あのワンカットでね、うんうんうん、やってもらいましたけども、しかもです、いや監督でもちょっとテーマはちょっとやっぱ難しかった、うん、最初。そうですよね、私もやっぱり難しかった、うんうん、なかなかこう自分の想像をどう言語化して伝えたらいいかが難しかったし、うん、でもそれでも、ね、あの撮影中とか試行錯誤しながらみんなで作った感じがあって、うん、なんかみんなでアイデアを出し合って、4本の中で一番それがあったかもね、うんうん、みんなでなんかこうやろうとか、あれがいいんじゃないか、うん、これがいいんじゃないかとか、この歌詞はこういう意味あるんだよとかっていうところも含めて、うんうんうん、なんか一緒に全員で作ったなっていう、うん、それはすごく、うん、なのですっごい楽しみにしていたミュージックビデオ無事に終了しました、はい、終了しました。本当にありがとうございました。いいえ、ここからはちょっといいものできるように編集頑張りますので、はい、お願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。